皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は明星大砲ラーメン黒豚骨です。昭和28年創業、九州久留米の名店大砲ラーメン監修、特製ピリ辛黒麻油が後引く美味しさ。豚骨ラーメン発祥の地、九州久留米に本店を構える大砲ラーメンは昭和28年創業の老舗ラーメン店です。九州内のみで12店舗を展開中の、九州でしか味わえない人気のラーメン店です。今回の新商品、明星大砲ラーメン黒豚骨は、店舗では呼び戻しブラックと呼ばれるピリ辛麻油が人気のメニューをカップ麺で再現しました。2016年、2017年、2018年にも発売し、ご好評をいただきました。今回は麻油の風味を増し、新たにガーリックチップを加えて濃厚さを強化して新発売しました。大砲ラーメンならではの濃厚な呼び戻しスープの味わいを再現し、食欲そそる香りが特徴の特製ピリ辛黒麻油が決め手の黒豚骨ラーメンです。商品の特徴、麺、しなやかな食感でスープの海苔の良い細麺です。スープ、豚骨エキスとニンニクを合わせた濃厚な豚骨スープです。別添えの大砲特製ピリ辛黒麻油はラードベースに麻油、ラー油を加えた辛みのある調味油で香り高く仕上がります。かやく、ダイス肉、卵、ごま、紅生姜、ネギ、フライドガーリックを組み合わせました。前回品よりフライドガーリックを追加し、風味を強化しました。食べてみた感想、スープはこってり濃厚な豚骨味、後入れ調味油を加えたことでバターをとろかしたかのような風味も広がっています。麺はすすりやすい細麺、スープによく絡んで美味しいです。具材も多めに入っていて彩りも綺麗、特にフライドガーリックの噛み心地と口の中に広がる旨味がいいですね。全体的にはこってりがっつり王道の豚骨ラーメンといった感じですが、重すぎることはなく、スープの最後の一滴まで美味しく飲み干すことができました。自宅にいながら九州の味が楽しめるこの一杯を、ぜひこの機会にお試しください。昭和28年創業、九州久留米の名店大砲ラーメン監修、特製ピリ辛黒麻油が後引く美味しさ。本日は明星大砲ラーメン黒豚骨を紹介しました。田中恵美里でした。